グスコーブドリはイーハ東部の大きな森の中に生まれました。お父さんはグスコーナドリという名高い木こりで、どんな木でもまるで赤ん坊を寝かしつけるようにわけなく切ってしまう人でした。ブドリにはネリという妹があって、二人で毎日森で遊びました。ゴシッゴシッとお父さんの木を引く音がやっと聞こえるくらいな遠くへも行きました。二人はそこで木いちごの実を取って湧き水につけたり、空を向いて変わる変わる山鳩の鳴く真似をしたりしました。するとあちらでもこちらでもポーポーと鳥が眠そうに鳴き出すのでした。お母さんが家の前の小さな畑に麦をまいているときは、二人は道にむしろを敷いて座ってブリキ缶で蘭の花を煮たりしました。すると今度は桃色の鳥が二人のパサパサした頭の上をまるで挨拶するように鳴きながらザー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 通り過ぎるのでした。ブドリが学校へ行くようになりますと、森は昼の間大変寂しくなりました。その代わり昼過ぎにはブドリはネリと一緒に森中の木の幹に赤い粘土や消し墨で木の名を書いて歩いたり、高く歌ったりしました。ホップのつるが両側から伸びて門のようになっている白樺の木には「格好鳥通るべからず」と書いたりもしました。そしてブドリは10になり、ネリは7つになりました。ところがどういうわけですか、その年はお日様が春から変に白くて、5月になってもたびたびみぞれがぐしゃぐしゃ降り、7月の末になっても一向に暑さが来ないために、去年まいた麦も粒の入らない白い穂しかできず、大抵の果物も花が咲いただけで落ちてしまったのでした。そうしてとうとう秋になりましたが、やっぱり栗の木は青い殻の胃がばかりでしたし、みんなで普段食べる大切なオリザという穀物も一粒もできませんでした。野原ではもうひどい騒ぎになってしまいました。ブドリのお父さんとお母さんもたびたび薪を野原の方へ持って行ったり、冬になってからは何べんも大きな木を町へそりで運んだりしたのでしたが、いつもがっかりしたようにして、わずかな麦の粉などを持って帰ってくるのでした。それでもどうにかその冬は過ぎて、次の春になり、畑には大切にしまっておいた種もまかれましたが、その年もまた、すっかり前の年の通りでした。そして秋になると、とうとう本当の飢饉になってしまいました。もうその頃は学校へ来る子供もあまりありませんでした。ブドリのお父さんもお母さんも
すっかり仕事を辞めてしまいました。そしてたびたび心配そうに相談しては、代わるがある町へ出て行って、やっと少しばかりの機微の粒などを持って帰ることもあれば、何にも持たずに顔色を悪くして帰ってくることもありました。そしてみんなは、こならの実やくずやわらびの根や木の柔らかな皮やいろんなものを食べて、その冬を過ごしました。けれど春が来た頃は、お父さんもお母さんも何かひどい病気のようでした。ある日、お父さんはじっと頭を抱えて、いつまでもいつまでも考えていましたが、にわかに起き上がって、俺は森へ行って遊んでくるぞと言いながら、よろよろと家を出て行きましたが、真っ暗になっても帰ってきませんでした。二人がお母さんに、お父さんはどうしたんだろうと聞いても、お母さんは黙って二人の顔を見ているばかりでした。次の日の晩方になって、森がもう暗く見える頃、お母さんはにわかに立って、炉にほだをくべて、家中すっかり明るくしました。それから私はお父さんを探しに行くから、お前たちはうちにいて、あの戸棚にある粉を二人で少しずつ食べなさいと言って、やっぱりよろよろ家を出て行きました。二人が泣いて後を追って行きますと、お母さんは振り向いて、なんたら言うことを聞かない子供らだ、と叱るように言いました。そしてまるで足早につまずきながら森へ入っていきました。二人は何べんも行ったり来たりして、そこらを泣いて回りました。とうとうこらえきれなくなって、真っ暗な森へ入って、いつかのホップの門のあたりや湧き水のあるあたりをあちこちうろうろ歩きながら、お母さんを一晩呼びました。森の木の間からは星がちらちら何か言うように光り、鳥はたびたび驚いたように闇の中を飛びましたけれども、どこからも人の声はしませんでした。とうとう二人はぼんやり家の中へ帰って中へ入りますと、まるで死んだように眠ってしまいました。お母さんの言った粉のことを思い出して、戸棚を開けてみますと、中には袋に入れたそば粉やこならの実がまだたくさん入っていました。ブドリはネリを揺り起こして二人でその粉をなめ、お父さんがいた時のように炉に火を焚きました。それから二十日ばかりがぼんやり過ぎましたら、ある日戸口で、こんにちは、誰かいるかねというものがありました。お父さんが帰ってきたのかと思って、ブドリが跳ね出してみますと、それはかごをしょった目の鋭い男でした。その男はかごの中から丸い餅を取り出して、ポンと投げながら言いました。私はこの地方の飢饉を助けに来たものだ。
さあ何でも食べなさい。二人はしばらく呆れていましたら、さあ食べるんだ、食べるんだとまた言いました。二人がこわごわ食べ始めますと、男はじっと見ていましたが、お前たちはいい子供だ。けれどいい子供だというだけでは何にもならん。わしと一緒についておいで。もっとも男の子は強いし、わしも二人は連れて行けない。おい女の子、お前はここにいてももう食べるものがないんだ。おじさんと一緒に町へ行こう。毎日パンを食べさせてやるよ。そしてプイとネリを抱き上げて、背中のかごへ入れてそのまま、おうほいほい、おうほいほいと唱りながら、風のように家を出て行きました。ネリは表で初めてわっと泣き出し、ブドリは泥棒泥棒と泣きながら叫んで追いかけましたが、男はもう森の横を通ってずっと向こうの草原を走っていて、そこからネリの泣き声がかすかに震えて聞こえるだけでした。ブドリは泣いて怒鳴って森の外れまで追いかけましたが、とうとう疲れてばったりと倒れてしまいました。ブドリがふと目を開いたとき、いきなり頭の上で嫌に平べったい声がしました。やっと目が覚めたな。まだお前は飢饉のつもりかい。起きて俺に手伝わないか。見るとそれは茶色なキノコシャッポをかぶって街灯にすぐシャツを着た男で、何か針金でこさえたものをぶらぶら持っているのでした。もう飢饉は過ぎたの。手伝えって何を手伝うの。ブドリが聞きました。網かけさ。ここへ網をかけるの。かけるのさ。網をかけて何をするの。テグスを飼うのさ。見るとすぐブドリの前の栗の木に二人の男がはしごをかけて登っていて、一生懸命何か網を投げたり、それを操ったりしているようでしたが、網も糸も一向に見えませんでした。あれで手ぐすが買えるの。買えるのさ。うるさい子供だな。おい縁起でもないぞ。テグスも飼えないところにどうして工場なんか建てるんだ。飼えるともさ、現に俺をはじめたくさんのものがそれで暮らしを立てているんだ。ブドリはかすれた声でやっと、そうですかと言いました。それにこの森はすっかり俺が買ってあるんだから、ここで手伝うならいいが、そうでもなければどこかへ行ってもらいたいな。もっともお前はどこへ行ったって食うものもなかろうぜ。
ブドリは泣き出しそうになりましたが、やっとこらえて言いました。それなら手伝うよ。けれどもどうして網をかけるの？それはもちろん教えてやる。こいつをね。男は手に持った針金のカゴのようなものを両手で引き伸ばしました。いいか、こういう具合にやるとはしごになるんだ。男は大股に右手の栗の木へ歩いて行って、下の枝に引っ掛けました。さあ、今度はお前がこの網を持って上へ登っていくんだ。さあ、登ってごらん。男は変な鉛のようなものをブドリに渡しました。ブドリは仕方なく、それを持ってはしごに取り付いて登っていきましたが、はしごの段々がまるで細くて、手や足に食い込んでちぎれてしまいそうでした。もっと登るんだ。もっともっとさ。そしたらさっきのマリを投げてごらん。栗の木をこすようにさ。そいつを投げるんだよ。なんだい震えているのかい。意気地なしだな。投げるんだよ。投げるんだよ。そら投げるんだよ。ブドリは仕方なく力いっぱいにそれを青空へ投げたと思いましたら、にわかにお日様が真っ黒に見えて逆しまへ落ちてしまいました。そしていつかその男に受け止められているのでした。男はブドリを地面に下ろしながらブリブリ怒りました。お前も意気地のないやつだ。なんというふにゃふにゃだ。俺が受け止めてやらなかったら、お前は今頃頭が弾けていたろう。俺は命の恩人だぞ。これからは失礼なことを言ってはならん。ところでさ、今度はあっちの木へ登れ。もう少し経ったらご飯も食べさせてやるよ。男はまたブドリへ新しいマリを渡しました。ブドリははしごを持って次の木へ行ってマリを投げました。よし、なかなか上手になった。さあ、マリはたくさんあるぞ。怠けるな。木も栗の木ならどれでもいいんだ。男はポケットからマリを10ばかり出してブドリに渡すと、スタスタと向こうへ行ってしまいました。ブドリはまた3つばかりそれを投げましたが、どうしても息がハーハーして体がだるくてたまらなくなりました。もう家へ帰ろうと思ってそちらへ行ってみますと、驚いたことには家にはいつか赤い土管の煙突がついて、戸口にはイーハトーブ、テグス工場という看板がかかっているのでした。そして中からタバコをふかしながら、さっきの男が出てきました。さあ、子供、食べ物を持ってきてやったぞ。これを食べて暗くならないうちにもう少し稼ぐんだ。僕はもう嫌だよ。うちへ帰るよ。うちっていうのはあそこか。あそこはお前のうちじゃない。
俺のテグス工場だよ。あの家もこの辺の森もみんな俺が買ってあるんだからな。ブドリはもうやけになって、黙ってその男のよこした蒸しパンをむしゃむしゃ食べて、またマリを銃ばかり投げました。その晩ブドリは昔の自分のうち、今はテグス工場になっている建物の隅に小さくなって眠りました。さっきの男は三四人の知らない人たちと遅くまで炉端で火を焚いて、何か飲んだり喋ったりしていました。次の朝早くからブドリは森に出て、昨日のように働きました。それから一ヶ月ばかり経って、栗の木に網がかかってしまいますと、テグス界の男は、泡のようなものがいっぱいついた板切れを、どの木にも五六枚ずつ吊るさせました。そのうち木には芽を出して、森は真っ青になりました。すると木に吊るした板切れから、たくさんの小さな青白い虫が、糸を伝って縦になって、枝へ這い上がっていきました。ブドリたちは今度は、毎日焚き木取りをさせられました。その焚き木が、家の周りに小山のように積み重なり、栗の木が青白い紐の形の花を枝一面につける頃になりますと、あの板から這い上がっていった虫も、ちょうど栗の花のような色と形になりました。そして森中の栗の葉は、まるで形もなく、その虫に食い荒らされてしまいました。それから間もなく、虫は大きな黄色な繭を、網の目ごとにかけ始めました。するとテグス界の男は、狂気のようになって、ブドリたちを叱り飛ばして、その繭をカゴに集めさせました。それを今度は片っ端から鍋に入れてぐらぐら煮て、手で車を回しながら糸を取りました。夜も昼もガラ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 、三つの糸車を回して糸を取りました。こうしてこしらえた黄色な糸が、小屋に半分ばかりたまった頃、外に置いた繭からは、大きな蛾が、ポロ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 飛び出し始めました。テグス界の男は、まるで鬼みたいな顔つきになって、自分も一生懸命糸を取りましたし、野原の方からも四人の人を連れてきて働かせました。けれども蛾の方は日増しに多く出るようになって、しまいには森中、まるで雪でも飛んでいるようになりました。するとある日、六七台の荷馬車が来て、今までにできた糸をみんなつけて町の方へ帰り始めました。みんなも一人ずつ荷馬車についていきました。一番しまいの荷馬車が立ったとき、テグス界の男がブドリに、おい、お前の来春まで食うくらいのものは家の中に置いてきてやるからな。
それまでここで森と工場の番をしているんだぞ。と言って、変にニヤニヤしながら、荷馬車についてさっさと行ってしまいました。ブドリはぼんやり後へ残りました。うちの中はまるで汚くて、嵐の後のようでしたし、森は荒れ果てて、山火事にでもあったようでした。ブドリが次の日、家の中や周りを片付け始めましたら、テグス会の男がいつも座っていたところから、古い段ボール紙の箱を見つけました。中には10冊ばかりの本がぎっしり入っておりました。開いてみると、テグスの絵や、機械の図がたくさんある、まるで読めない本もありましたし、いろいろな木や草の図と名前の書いてあるものもありました。ブドリは一生懸命その本の真似をして字を書いたり、図を写したりしてその冬を暮らしました。春になりますと、またあの男が、六七人の新しい手下を連れて、大変立派ななりをしてやってきました。そして次の日から、すっかり去年のような仕事が始まりました。そして網はみんなかかり、黄色な板も吊るされ、虫は枝に這い上がり、ブドリたちはまた、焚き木作りにかかることになりました。ある朝ブドリたちが薪を作っていましたら、にわかにぐらぐらと地震が始まりました。それからずっと遠くで、ドーンという音がしました。しばらく経つと、日が変に暗くなり、細かな灰がバサ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 降ってきて、森は一面に真っ白になりました。ブドリたちは呆れて木の下にしゃがんでいましたら、テグス会の男が大変慌ててやってきました。おいみんな、もうダメだぞ。噴火だ。噴火が始まったんだ。テグスはみんな灰をかぶって死んでしまった。みんな引き上げてくれ。おいブドリ、お前はここにいたいならいてもいいが、今度は食べ物は置いてやらないぞ。それにここにいても危ないからな。お前も野原へ出て何か稼ぐ方がいいぜ。そう言ったかと思うと、もうどんどん走っていってしまいました。ブドリが工場へ行った時は、もう誰もおりませんでした。そこでブドリは、しょんぼりとみんなの足跡のついた白い灰を踏んで、野原の方へ出て行きました。